皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらビーパルの付録を紹介したいと思います。実は僕は高校生の時から、ビーパル愛読しておりまして、で最近もね、迷子を欠かさず購入しているんですけれども、まあ、もちろん記事もね、楽しませていただいてるんですが、結構ね付録を目当てに買ってたりします。でただ付録の紹介はですね、ブログではレビュー記事書いてるんですけれども、動画ではね今まで出してきていませんでした。まあ、それがですね、先日来メスティンの動画を上げるようになりまして、去年のビーパル11月号だったと思うんですけれども、付録にミニ鉄板がついてたんです。でその鉄板がちょうどメスティンにいいと、ぴったり入るということで、先日そのミニ鉄板をシーズニングする動画を上げたんですね。そろそろですね、ビーパルの付録の動画も別に上げていってもいいんじゃないかというふうに思うようになりまして、でこの号から、付録を紹介していこうと思います。ビーパル10月号ですね。では早速開封していきたいと思います。よし、今月号はこのよくあれですね、定期的に入っている大人の一品ですね。まあ、これもまた非常によそでは買えない珍しいものが入っているので、また後でゆっくり見たいと思います。はい、それでは開封していきたいと思いますが、今回コラボね、ショーズさんですね。でショーズさんといえば、先ほどねお話ししたミニ鉄板の付録の時のコラボ相手でもありますね。なんかねお肉つながりなんでしょうね。で、肉専用と書いてますが、ソロトング、フォークにナイフに五徳にもなるということですけれども、フォークナイフ五徳でフォーウェイ、あともう一つ何かあるんですかね。まあ、その辺ちょっと気になりますが、開けていきます。出てきましたプレート、この2枚ですね。単純にね、こちらビーパルの棒が入ってると思います。そしてこちらはショーズさんのね棒が入ってますね。でこれはもう見ての通りフォークですね。でこちら側はナイフね、ギザギザのノコギリのような刃がついてますが、これはナイフになります。でこの2つでまずトングにするわけですけれども、ここ同士かな、これを多分ちょっとわからないので、作り方書いてますね。スリットに2本のパーツをスライドさせて組み立てる。この段階ではほぼ直角になります。こうですね、はい、そうですね、ほぼ直角ですね。ステップ2、そのままグッと握って程よくすぼませるとパーツ交差部分が適度に曲がって癖がつく。どうもこれをこう無理やりグッと曲げるみたいですね。じゃあ行きますよ。おっ、こんな感じ。これでいいのかな。こういうことですね。なるほど。ちょっとねここが交差してるだけで止まっていないので、わかりますかね、こう上下にぐらぐら動いてる。でしかも動かしてるうちにこうずれてくるんですね。まあこの辺はしょうがないかな、握り込んだ方がいいみたいですね。でこういうふうに使うとね、多少のずれは修正しながら使うということですね。はい、まあトングとして多分使えるんでしょう。で 4way ってありましたよね。あといろいろあるんだと思うんですが、このトングとして使うのが一つ目、そしてナイフとフォークとして使うのが二つ目。はい、その他一体何があるということなんですが、あ、
これですね、五徳になるってことですね。あ、これも凝ってますね。一応ですね、こういう形になって、でこのくぼみですね、これあのトランギアとかのアルコールバーナーにちょうど合うようなこの切り込みになってるみたいで、そこにポンとこう置いたら五徳になるということなんですが、これもねよくできていて、この交差するのに向きがあるんですね。こちら側のスリットはまっすぐじゃないですか。でもね、こちら側のスリットは途中まで太くなってて、途中から細くなってるんですね。でこれなぜこちら側が太くなってるかというと、この金属に多分強度を持たせるために、ここにこういうへこみというか出っ張りというか、これがありますよね。でこの厚みの分、こっちは出っ張ってる側ですけども、この向きに入れないとここが平らにならないっていうことですね。これ逆だと入らないですね、平らにならないですね。あ、これは結構うまくできてますね。はい、まあ、残念ながら僕はアルコールストーブ持っていないので、五徳として使うことは、まあ、直近ではないと思うんですが、こういうふうに使えますよということです。このメスティンにちょうど入る、若干あれですね、若干斜めにすれば、若干斜めにすれば入るということですね。まあまあいいでしょう。はい、ちなみにこれトングなんですが、先がこういうふうに斜めにカットされているので、ピタッと置いてもこうつきませんし、シラカップのね端っこなんかにこういうふうにかけて使うこともできるということみたいですね。はい、ということで、今回はですね、このビーパルの付録のナイフにもフォークにもなるソロトング、これをちょっと紹介しましたけれども、またね以前の付録ショーズのミニ鉄板、これを使って肉を焼くときなんかに使いたいと思います。まあ、非常に軽くて、でしかも薄くてメスティンに収納できるので、アウトドアでね、あるいは登山でも役に立つんじゃないかなと思いますが、一つ気になるところがあって、これトングですから生肉を触るわけですけれども、その後これでフォークとして食べるのはちょっと衛生的にどうなのかっていう気はするんですが、多分生肉触った後、今度これで食事する前に火で炙って殺菌した方がいいんじゃないかなと、ちょっとそこだけ気になりました。はい、あと、ビーパルの記事ですけれども、今回の特集は最新キャンプギアということで、160アイテム紹介されているということですので、これもね、楽しみに今から読もうと思います。はい、ということで今回はビーパル10月号の付録、ナイフにもフォークにもなるソロトング、これを紹介しました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。